はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15エピソードダスカバージョン 2.0 やっていきたいと思います。まあ、数ヶ月ぶりに動画にするわけですが、改善内容だとか追加内容を含めた、バージョン 2.0 が配信されたので、ちょっとその、いろいろ改善された内容だ、いろいろ、どこまで続いてんだろう。走ってんのが辛くなってくるな。いろいろ触れていきたいと、いいじゃねえか。思います。ね、この4人は何ヶ月経とうと真っ黒な格好をして、いるわけだけど、まあもうメインクエストも置いちゃっててるわけで、パーティーレベルがだいたいもう60前後、まあ動画を終えた後も結構戦闘が面白くて、戦闘ばっかりやってたりもしてて、なんだかんだでもうプレイ時間が15時間くらいかな。で、主な、アップデートのその内容は、バトルシステムの強化や、あと、連携の追加、カメラターゲットシステムの調整、コンバットアクション追加、別コードクエスト追加、バランス調整、バグ修正、フレームレート安定化と、結構いろいろ追加されて、そして、何より、一番ちょっと、興奮するじゃないや、びっくりしたのが、右、今この、視点にいる、右のあの、ベヒーモスのちっちゃいやつじゃなくて、左にいるあの、でっかいやつ、あの、でっかいやつと戦えるようになったらしいので、ちょっとぜひとも戦っていきたいんですけど、クエストが出て多分、戦うことになると思うので、その別行動クエストか何かをこなしたらできるようになるのかな。今のところクエストは空で、アップデート前のクエストは多分全部もう終えてると思うので、アイテムもまあこのルシス王の遺品というものを3つ持ってると、ファントムソードが強くなるので、まあ、ファントムソードも最大まで強化されてある。凍結の爪はたくさん持ってる。カメラワークの改善が結構体感できたので、まあ、フィールド移動はもうほとんど変わんないわけですが、とりあえずどっかガルラかなんかいないかな。あ、めっちゃいる。じゃあちょっと試しにガルラと戦ってみよう。注意してくれ。ターゲットロックっていうのが表示されるようになったね。はい。あとこのドッジロールが追加されたと。これまでこのボタンを押すとMP 消費型の回避行動をしたんですけど、これは MP も消費せずにドッジロールが無限にできるようになったと。やっぱこれがないとね、アクションゲームはやりづらい。あとはこのアビリティの MP の消費量が全体的に減ったっていうのと、あと見ててわかるようにカメラがちょっと視点が引かれたので、周りが見やすくなったと。まあ戦闘はだいぶアップデート前に比べたらやりやすくなったんじゃないかと。待って、ちょっと山の人たち降りてきたな。じゃあちょっとファントムソードで片付けてみようかな。いや、その前に戦闘のモーションやら何やらもちょっと増えたり減ったり、いや減ったりはねえか、増えたりしたらしい、痛いでねらしいので、まあ、とりあえずファントムソードでやっちゃおう。もう何が何だか分かんないね。さあ、そしてちょっと待ってね、なんか狙ってきてんな。パーリーだ。よし。こういうところへのシフトが、パリー。シフトが、全部丸ボタンで統一されてたんですけど、暴発することが多かったので、こういう高めのところへのシフトは、ホールドで、シフトするようになったと。まあ、そんなところかな。あ、日が暮れてきた。ドッジロールは本当にやりやすい。あ、戦闘確かにちょっとモーションが追加されてんのかな、これは。パリほら、
なんか来てるな。あり。あれ、プロンプト。プロンプトはレベルが上がってもヘタレやな。すぐに助ける。大丈夫か。はい、ちょっとまた大量に敵が来ちゃったので逃げてます。行きます。まあ戦闘に関してはこんな感じかな。アップデート前よりはだいぶやりやすくなったと。ですと別行動クエストってのはどうやるんだろう。ノクト、これ見に行かない？なんだ？リーズ。お、フォーカス、あ、ここか。キャンプ地だね。じゃあちょっとキャンプしていこうかな。こういうところで別行動クエストの打ち合わせかな。宿泊。休むか。あ。ん？あれ？ 75% もアップするもんだったっけこれ。あ、来た。連携の練習。グラディオラスと2人で仲間との連携を試してみよう。 OK、 やろう。っていうか、これまでの動画で、このグラディオラスのことをかなりのヒントでグラディオスって呼んでなかったか。よし、じゃあ兄貴と行動していこう。で、この別行動クエストの間は、テント張りっぱなしじゃなかったっけな。あ、そんなことはない。行こうぜ。よし、クエストだ。さあ、でもクエストも全部終わっちゃってて、ちょっとやることなかったので、こういう追加要素のアップデートは嬉しい。じゃあ二人で行ってみようか。こういうのところまで行けばいい。フレームレートに関してはどうなんだろう。安定化したかな。結構洞窟内とかに行ったらゴブリンが大量にいるんですが、そういうところでの自然ってのは気分が上がるな。そうだな、そうだな。軽い。ちょっと2人で戦ってみようかな。これなら余裕。とどめ。風を切るような、なんかハリー。よし。ハリーもなんか体感的にやりやすくなったかも。最後だ。うん、ガードモーション中じゃなくてもボタンを押してればちゃんとパリーができるようになったのかな。相変わらずすばしっこい。あ、嫌な音がする。逃げる。当鉄はね、あんだけすばしっこくて戦いづらいけど、そんなに経験値ももらえないんだよね。ここ登れないか。登れた。さあ、あそこだね。このダスカ地方にも、こういう高めのところに戦闘中にシフトできる場所、これがちょっと、別の向こうの方のフィールドにもいくつか増えてました。この間、プロンプトとイグニスは何してんだろう。こっちだぜ。ああ。目的地。なんか来てるけど。なんか来てるけど。クロスリンク。仲間との連携を練習しましょう。まずはガルラに攻撃を仕掛け戦いを開始してください。連携プレイか。ついに。あ、なんか落ちてる。ガルラに攻撃して戦闘を始める。
ガルラを使って連携プレイの練習。相手クロスリンク率アップ。とりあえず普通に戦っていこう。グラディオラスが示した範囲に移動してクロスリンクを発動させましょう。どこのことだろう。あ、そこか。ちょっとガルラ邪魔で、タイミングを合わせてリンク攻撃を繰り出しグラディオラスとのリンクをつなげましょう。リンク攻撃。ん、あれパリ今のタイミングを合わせて押すのかな。もう一回指示してくんないかな。うまく合わせろよ。 OK。 もう一回外すなよ。こうリンクをつなげると連携技が使えます。バスタークロスウェルバーンを発動させましょう。あ、なんか今の感じが FF っぽいな。リンクを重ねていくと連携技のレベルが上がります。次はレベル2以上のバスタークロスを発動させましょう。なんか上に技名が出るのがすごい FF っぽい。さあ今度はまだガルラいるからもっとリンクをつなげて、そして大技を発動してみよう。 OK。 リンク、今だ。よし、4人で戦うときは、まあ、全員が連携技に参加します。クロスリンクを駆使して戦いを距離に進めましょう。グラディオラスと協力して敵を全滅させてください。なるほどね。製品版には出るのかな。出るだろうね。ちょっとこいつもっとリンク貯めて倒したいな。 OK。 違う、外すなよ。レベル5ぐらいまでできんのかな。レベル2。お、あ、とどめ刺しちゃった。一段落ってやつだな。2人で挑戦したクエストを達成しました。宿泊地で休み、他の仲間に成果を報告しましょう。あ、2人は待ってるのか。あ、オプションで戻れるんだ。 なんだろう、別行動でどっか行ってこなして帰って報告する。無人島生活か何かかな。じゃあちょっとオプションで宿泊地に戻るって、あ、あったあったあった、戻ろうか。さあ帰ってきた、帰ってきたけどなかなかロードが長かった。キャンプ張ってる。あ、中にいる。無事に着いたな。ああ、なんかトランプ散らかってる。キャンプするでいいのかな。せめてこういうとこでキャンプ張って寝泊まりしたりするなら、もうちょっとか、それにそれ相応な格好をしたらどうだ。宿泊する。もうね、ガルラの肉がたっぷりあるからね、もうシチューしか食ってないね、ここ最近。別行動していた仲間と合流しました。イグニスは周辺を散策していたようです。プロンプトはチョコボと触れ合っていたようです。ノクティスとグラディオラスにだけ経験値と、イグニスにちょっとプロンプト5。チョコボと触れ合って5。あ、アイテム取得、
小さな羽、こういう感じなんだ。あ、しゃべってるいつの間にかしゃべってる。仲間とクロスリンク連携攻撃ができるようになりました。 OK。 行くか。行こう。さあ他にすることは。あのでっかいのとはどうやって戦うんだろう。熱コードクエストは終えちゃったけど、どうしようかな。まあもともと操作できるキャラクターはノクトしかいないから、別コードとは言っても確実にノクトがいる、いて、あと誰か一人二人っていう感じなんだろうけど、あのでっかいのと戦いたいんだけどな。OK、 じゃあちょっと短いけど、じゃあ今回ここまでしようかな。ちょっと戦い方がよくわからないので、多分クエスト受注して戦うといった感じだと思うので、まあ、あと他にも追加要素があったらもうちょっといろいろ探してみたいと思います。マップ広いので、ちょっとです。今回はグラディオラスとの連携技をやってみたということで、ここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。